午前4時半に供用が始まったのは、新潟駅の万代広場と南口広場を結ぶ駅直下バスターミナルの歩道です。これまで駅の南北を行き来する際には2階へ登っていましたが、今日から1階レベルで往来が可能となりました。今度は平面で非常に歩きやすくて、意外とこう通路も広いですね。今までエレベーター使って上がって渡ったらまたエレベーターで降りてって感じだったので、このフラットなところ通れるのはすごい助かります。またこの歩道にはカメラなどでフラッシュ撮影をすると、新潟の四季にちなんだ絵柄が浮かび上がるフラッシュプリントも設置されています。新潟の魅力を発信したいというところもありますし、実際のなんかこう写真を撮っていただくという、こう体験が一つこう皆さんの心に残るかなというところで企画させていただきました。フラッシュプリントは来年春頃まで設置される予定です。